新聞読んでたんですよ、うん、そしたら下の方の広告すごがあるじゃないですか、帯広告帯っていうか、うんうん、あれじゃないですか、うん、よくわかんないですよ、ね、俺見てたらね、うん、あ幕末史の刀っていういわゆるこの和室に飾るやつ、そう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 、模造刀かい、模造刀だね、すごい、3万3000円で買えるの、そう、あそうなんだ、うん、そういやあれもうすぐかって、あれねあれだよあれあれねあれがそろそろかな、あと1週間ぐらいですか、まあ、ね、値段も別に安すぎない、誕生日に模造刀来るの、模造刀9月15日になすならあなたが坂本龍馬だからです、おばばちょっといいかも、うん、だから誰かが刀を送って、うん、俺があの袴、うん、袴を送ってね、うわ面白いそれ、大久保さんがあの台を送ればいいんだよ、うん、あ台か、あの肘掛ける、あ台って何、うん、逆にあの写真の時にさ、うん、木の箱みたいなやつにこう肘掛けて立つじゃん、はい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 、はい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 、でコスプレして あの写真を再現するというか、そう再現してもらう、で何顔バレで、カツラあたりが、はい、あのポニテのあのズラですか、ズラそれっぽいズラを買ってそれどうすんのさ、コスプレさせて誕生日プレゼント喜ぶでしょう、まあ、僕はこの左の仕込み杖の方が欲しいけど、わかる、仕込み杖はやっぱ男のロマンだからさ、うん、やっぱみんな仕込み杖とか、うんうん、仕込み、仕込み傘とかやっぱ憧れたんじゃない、普段は普通の一般のものだけど、そう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 、ちょっとやったら刀が出る、刀やる、これ男の子結構妄想しなかったかな、ロマンよロマン、うん、でも仕込み杖とかって使うの難しいって言うよね、あそうなんです、あの手あ手からさ、つばがないから握って何かの拍子に上に手が滑った時に、あ手が切れちゃう、スパーンになっちゃうから か,、うん、だからそういうところ考えると意外と機能性がよろしくないとか、確かにつばって必要かもね、つばがあるからこそ打ち合った時に手がずれても手切らないとかあるからね、確かに唾ってそういう役割だったんですね、飾りかっこいいからじゃないですか、それ考えたら唾なんか絶対必要な気するわ、確かに、うん、確かに、で仕込み杖の太さによってはこの手の太さよりも普通の型より刀より太くなったりして、うん、握りづらいとか、へそういうのもあったりするらしいよ、あっちで滑るんよ、やっぱね、そうそう、あの本物がいますから今本物が書き込んでますから、そうなんです、あ怖いな、大事なんですよ、ね、刀の持つところの、うん、あの紐あるじゃん、はいはいはい、あれも血に濡れても、うん、滑りにくいように、うん、ちゃんとこう巻かれてる存在だからね、あれも、あの本物の人切りに木もやっぱそうなの、そうだよ、そうなの、なんか血がそこに溜まって滑りにくいとか、コメント内にいるみたいだからさやっぱ中川さん詳しいっすね、やっぱそういうのは勉強されてるんですか、武器とか好きだから、ね、武器あ武器が好きなんだね、やっぱり、うん、日本刀の本とかさ、うん、あのよくコンビニで500円ぐらいで売ってる、うん、あるね、あるじゃん、 あんなの昔よく買って買って、あ楽しいからね、で今コメントあったんだけどさ、うん、どの武器使いになりたい、うわ、うん、どの武器のスペシャリストになりたい、何にでもなれるよ、俺地味に好きなの鎖鎌好きなんだよね、鎖鎌、うん、剣じゃないやっぱ剣ですか、うん、シンプルに剣、刀で剣、うん、いや両手剣かな、あ僕は遠距離だな、お弓とか、弓はやだな、弓はなんかなんつうの、投げナイフとか投げナイフあ投げナイフ、あ違うサイコロじゃないの、スペース、トランプスペツナズナイフとかそういうのじゃなく、大久保はトランプ、トランプ、トランプの使い手トランプ投げる、トランプ投げる、うん、あトランプマン、ちょっと切れる、うん、トランプ、僕はトランプの使い手だね、それトランプにさあの力注ぎ込んでさ、うん、あの爆発させるとかできないと意味なくない、いいじゃん、あのガンビットみたいな、そうそうそう、ガンビットただのトランプ投げるだけですか、だからやっぱり鎖鎌の中岡と、うん、騎士剣の K と、うん、トランプの大久保、これして、3人でキャラクターが出てくる RPG ゲームを次、うん、いいね、K さんが幕末ゲームズで作ります、いいね、うん、RPG ね、スチームで、あの500円発売、多分騎士剣じゃないわ、なんかねショートソードみたいなやつだと思う、ショートソード、うん、結構ね軽やかに、てか盾のイメージあるけど、盾は持ってなかった、盾じゃない、うん、盾は今ついてるイメージだから、ね、そうか、くくりとかそっち系の民族系の刀、いや、まっすぐ直通っすね、うん、俺あのそれこそラグナルクやってたからだけど、うん、カタールも好きなんですよカタール
まあ、今カタールって実際物違うよ。本当はジャマダハルだけど、うん、あのカタールの見た目、うん、はいはいはい、そうですね。ジャマダハルもいいかな。円月輪、円月輪。ああ、いいね。ただ投げるじゃん、戻ってこないからね。戻ってこない。モテって落ちるだけであんな、うん、坂ちゃん本当物欲がほぼないから。 あと欲しいものあっても自分で買っちゃうでしょ、うん、そうそうそう、ぶっちゃけ。そっか、何でも買えるから。だから俺らが変に買っても、うん、本人が欲しいと思ったものじゃないと、いや、いらねえわってなるから難しいんだよ彼の。なんか配信に使えるものがいいと思う僕は。そこもさ、うん、こだわり強いから。あ、そういうこと。変なもの買ったら、機材とかじゃダメってことでしょ、うん、いや、これはこの音質がいまいちだからこれはいらねえとか。いや、だから例えばさ、そのクリエイター的なことを言うとさ、うん、なんかその配信、例えば僕がそれを作れたらね、うん、実際に作れたら、うんうん、ライブ 2D 用の坂本さんの、うん、ライブ 2D の絵を、うん、もうVTube スタジオとかで、うん、もう使ったらすぐ使えるような状態で組み込んだ状態で、うん、坂本さんにプレゼントするとか。あ、それはもしかしたら興味が出たら、そう、興味が出たらやるかもしんないじゃん。やるかもね、うん、本当に VTuber として、うん、なんかでも、いや、めんどくせえって言いそうだけどね。でも使える可能性があるじゃん、うん、1回は、うん、1回使ってくれ。そう、でそこでハマってね、なんか違うことになるわかんないよ。だってそこでまた新しい方向に行けるかもしれないからさ。嫁プレゼント、嫁、うん、嫁人身売買、厳しいね。まあでも一番単純に喜ぶのは猫グッズとかじゃない。猫グッズはいい。でもそこも自分のこだわりがうんぬんって話にならん。あ、でも猫の遊ぶ道具とか、うん、サカちゃんが知らない、まあ、意外とこんなのでも遊べるみたいなのは、なるほどね、あ、意外といいじゃんとかなるかもしれない。確かに、それは喜ぶかも。確かに、ね、俺らがくれたみたいな食べるもの、うん、送っても、そうだ、ね、食べないから。いやー、そこで食べ物が通用しないんだよ。僕本当に食べ物わかんないんで、うん、何好きだかわかんないもん。いや、万南ご飯とかじゃないの。うーん、さ、そのイメージの、ちょっと前だったら芋とかね。あ、芋だ、うん、今もうダメだけどね。今もなんか納豆を食べ過ぎて大変なことになってるんでしょ。納豆ばっかりで、そう、生活改善のあれで納豆を食べるようにしたものの、うん、1日2個とか3個とか5個とか食べて、食いすぎなんだよね。そうそう、ダメだ。負担に納豆ダメって言うもんね。あの1日何個も食べたらね、うん、1日1個とかって言うもんね。体の菌殺しちゃったりとか、そうそうそうっていうもんね。納豆菌ばっかりになったりするって。そうココイチの全部トッピングとか、あ、いくらになんだろう、とんでも、それ系喜ぶかもね。好きだもんね、ココイチ。なんか YouTuber の企画みたいだね、うん、ルーめっちゃ少ないよね、全部持ってみ た、でも食べれないかも。いや、さかちゃん食べれないか、量的に。てかね、多分ラインナップ的にほぼ揚げ物とかになるんですよ。半分ぐらい揚げ物。ね、総重量何本になるんだろう。フルトッピングハーフとかできないのかな。作る人に嫌われそう。ね、うん、デキン食らうわ。ファッションに疎いおじさんに、ファッションの疎いおじさんが、うん、ファッションの疎いファッションを教えてあげるだけになっちゃうから、うん、なんだったらね、サガちゃんの方が上級なブランド知ってるから、うん、俺にだってさ、ユニクロと島村しかないから俺。もうね、僕もバッドボーイとバッドボーイピコとGU とかね、バッドボーイピコって僕らの小学校の時流行ってたやつじゃん。